はい、じゅんチャンネルのじゅんでございます。本日は何をやっていこうか、ボス戦でございます。ゲリラショップであるものを購入したいかと思います。ではスタート。はい、昨日から始まりましたゲリラショップ。こちらちょっと覗いていきますと、なんとまた優勝ルビー専用の下の方にこちら、エンマの杖というものが入っております。魔法力450、弱点攻撃率 35% アップの PVE 魔法力が 18%。 まあおそらくですが、以前手に入れている魔人の黄金の目ですかね、黄金眼と呼んだらいいでしょうか、こちらの方のステータスと多分一緒だと思います。弱点攻撃率が 35% の PVP が 18%。 まあ魔法力ね、プラゴンになってる状態になると600になると思います。おそらく買ったら同じステータスかななんて今思っております。ただですよ、いやーちょっとね、ボス戦この魔女のセット装備をしているんですが、まあまだね完全に育ちきっていません。538ということですが、これを魔人の黄金の目とエンマの目で、ダブルで使いこなしたら目標の2000万超えできるかどうか試していこうかと思いますんで、買ってしまいましょう。すいません、エンマの目じゃないね、エンマの杖でしたね。レディー、買っちゃうか、買っちゃうか、購入。もうこれネタだよ、ほんと動画撮ってなかったら絶対いらないから、みんな魔人の目ね、あったらこれ買わない方が僕はいいと思います。まだねちょっとボス戦で試してないんで分かりませんが、では早速装備鍛えてつけてみてボス戦を開始いたしましょう。はい、装備出来上がりましたので早速付け替えていきましょう。まず外します。そしてエンマの杖つけていきましょう。600ですね、635、18です。こちらも全く同じですね、ステータスとしては。いやーちょっと期待してみましょうか。はい、現在のシーズン最高スコア、見ていきましょうか。1700万ですね、1800万近いところまで来てるんですが、2000万の大台に乗りたいと思うんで、ちょっと頑張っていきましょう。いきましょう、スタート。初っ端、まずはユリの防御力 70% 減少をさせるスキルを打ちましょう。次はね、ジョーカーの下、これでダメージ量を 60% 減らして、2ターンの間ダメージ量が 40% 上昇します。プラスアルファこれによって回数免疫ね剥がせるので、うん、これでようやくダメージ入るような状況になりました。1ターン目2ターン目でいきなり暴走の力をやられるようだったら絶対やり直した方がいいです。さっきのこのユリの下、一応ダメージ入るんでね、多少ね、5万点ですか、細かいところですかね、ちょっとずつ加算していきましょう。で、アリエルの上を打って攻撃入れていきますと、うん、そしたらね、私ここでいつもねスキルクールタイム技使ってますね。カリンの上を打っちゃいます。ここからはちょっとアリエルを動かしていきまおうと思いますね。うん、下打ちますね、ドン。困ったね、これでね、一応ユーリ先に打っちゃおうかな、ユーリ先打っちゃおうかな、ユリ打って減らします、ドン。いいね、あ、暴走が来たからユリの下でなんとか食い止めましょうか。そしたらアリエルの上でねまた反撃しましょう。でカリンの、ね、覚醒はね、この2分10秒以降で出てくるスキルの後に発動させますね。うん、でちょっと使っちゃいましょうか、ちょっと早めですが、うん、でカリン回しましょうか。ここでクープタイムして、おそらくアリエルの上が使えるかな、うん、あー暴走来やがったか。ジョーカーいけるか、下いけるか、ユリでいっちゃおうか。おお、連発来たか、珍しい。うん、こういきますわ。ちょっとスキル回しが怪しくなってきたな、ちょっと怪しくなってきたね。うん、でカリンですね、うん、よし、いた。でアリエル打っていきましょうか。はい、
ちょっとね、流れ悪いね。うん。1回、2回ぐらいちょっと遅くなってるよ。テンパス。暴走がまた来ました。今度はもうジョーカーでいきましょうか。ジョーカーでカバーで、カリンの上使っちゃいましょうね。なるべくアリエルの上を発動させるような感じで私ダメージ与えてってるんですが、ちょっとどう動くか分かりませんが、こっちがねボス戦専用のスキルになってるんでね。今度上打ちましょうか。ドン。でかかってたバフがちょっとねパカパカしてきたから、打つもなかったらとりあえずバフを再度付け直していく作業に入りましょう。3分40秒経過ですね。うん、次のターンが来る前にそろそろ暴走かな。うん、やっぱ暴走だ。で、ユリのクルリンパ、ユリのクルリンパ、ちょっとカリンの上使いたいけど我慢するわ。我慢する。下打てるかな、うまくいけば。下打てるかな、いったね。下上カリンでいこうか。うん、多分この順番でいける。で、多分次が暴走とかに入ってくるかなーなんて期待してますけど。ガン。5分前2000万いったね。結構いいね。暴走が来ちゃったか。ジョーカー、ジョーカー行きましょうか。ジョーカー、ドン、頼みます。ジョーカー、ドン。これ来たら下上で撃とうか。下上で撃とうか。まだ一応ねジョーカーのデバフがねパカパカなってる状態なんで、で上行こうか。5分経過ですね。5分経過でねこのスコアちょっと自分出したことないな。いったね。ここで暴走来るかな。来ましたね、破壊の神話2度目が。これが即死が入りますね一応。まあリングで対応してるんで大丈夫かと思うんですが、暴走来たね。いいタイミングで来た暴走。ありがとうありがとう。これでユリの下行きよっか。で、どうしようかなこれ。クールタイム使うのもったいないな。あ、いた。あ、まあいいか。こっち使っちゃった。これで上下狩りに行こうか。もし上先行けんだったら上打ちたいね。いけるね、上いけるね。ドン。でクールタイム使おうか。これいいよ流れ。スコアは更新できそう。ちょっと回復した方がいいよね、怖いもんねこれ。大丈夫か。下上で行きましょうか。あー暴走来なかった。ユリの下、いけるぞこれ。もう一回ユリの上行ったらスコア更新できるはず。ドン。上から行こうか。上下できますね。オーケー、これでスコア更新しただろう。ドン。オーケー、いった。2000万ちょっと目指そう。下、おお2000万超えてるよ。よっしゃー、いった。うわー次打つ手が、あーあったあったあった。上いいねいいねいいね。これでもう一回暴走系なんて、暴走ジョーカーの上、ジョーカーの上行ったら、うわー難しい、どう打つか。もったいないね。ジョーカーの下使いつつ、次にアリエルの上打てる寸断にしようか。これで次の話、もうこれで最後でしょ。最後で時間なくなってきたから、アリエル一発ぶちかましいのカリンでスキルクルタイム。
を少しでもしましょう。うん、私も頑張れ暴走か。スキルクール先に打たせてもらいます。あー、オルリー倒れた。で、ユリ打ってアリエルの上、もう一発ぐらいかましたいね。もう一発ぐらいかましたい。そうすれば得点伸びるよ。よし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 、最後の一発打てるか、最後の一発打てるか。よーし、アリエル生き残ってる、アリエル生き残ってる。打ち込め打ち込め打ち込め、いけー、天罰。あー、これでおしまいかな、これでおしまいかな。うん、惜しいねー。まあ、あとはちょっともうオートスキルでいいかな。はい、頑張れ。うん、よいしょ、ドン。もうちょっとね、シールド入っちゃったんで。はい、ということで新記録達成だー。2000万超えた。そう、大幅にアップだね。2300万でございました。よいしょよいしょよいしょ。もちろんマイスコアは更新しております。23237同じですね。やったー。あ、うちのギルドと第3位になった。第3位になった。あ、でも、これでなんとかマスター残留できんじゃないのかな。あれ、今回あれですね。マスター2とかって出てますね。なるほどね。マスターにもランク分けされたんですね。123とかになってんのかな。あー、素晴らしい。いい成績出たね。頑張ればちょっと2位のリマミナさんにも追いつけるかもしんないけど、ちょっとバチさんのね、2級はね、これはちょっと追いつかねえかな。うーん、ちょっとアタッカーだけ私、装備などもう一回おさらいしてご紹介していきます。アリエル、まあ今日の本題ですが、やっぱエンマの杖と魔人の黄金の目ダブル使い、あ、これやべえな。やっぱ中途半端な僕装備つけてるよりかはこれで安定して攻撃与えていく、そんなやり方もありかもしれません。で、防具は反撃率ですね、つけております。ほとんどあんま全然いじってないです。だって PVE の防御力 7%、4% とかで、普通ここはね、反撃率を2つスキルつけましょうね。うん、まだこれからですね、あのボス戦の装備作っていくのも、まずアリーナの方、こちらもそうだね。PVE 防御力が2つついてると、まあ両方運が1ついてるのもね、珍しいんだけどね。で、もうほとんど普段は魔女の攻撃の武器をつけていたんで、クリティカル率が 20% 上昇のセットがね、つくんですが、今回ね、エンマつけちゃったんで、これが発動しなくなっちゃいました。まあ、覚醒武器がしっかりしてたら、確実に弱点攻撃率、そっちの方が上になるはずです。ただ、この BVE 魔法力 18% が、ダブルで、これによって 36% とか加算されてんのかな？それがあるからこそ、ここまで、ちょっとスコア伸びたのかな？ちょっとその辺がわかりませんね。そしてもちろんですが、破壊の魔性、こちらをつけてますね。クリティカルダメージ 40% 上昇。あとは闇の破壊者、まだね、あんまり強くないけど、一応 PVE がプラゴプラゴプライオンプライオンの状態になっております。そして緑と青の宝石は、一つはクリティカルダメージが 32% 上昇、そして弱点攻撃のダメージが 30% 上昇というアクセサリー、宝石を付けさせていただきました。こちらの私のアタッカーで、スコア的には2300万出させていただきました。あー、もう素晴らしい、もう素晴らしいです。ありがとうございました。超嬉しい。皆さんどうでしょうか。エンマの杖、ゲリラショップ買うか買わないかはあなた次第でございます。ボス戦頑張りたい方、もしかしたら一回試してみたい方、買ってもいいんじゃないかと思いますが、できることだったら魔女のセット装備をガンガンに鍛え上げて、行った方が安牌なような僕はしますので、そちらで使ってみてください。ということで今日はエンマの杖、買うべきか買わないべきかみたいな検証をしてみました。とりあえずマイスコア更新できたんで良かったと思います。もしよかったら高評価
そしてチャンネル登録してください。では皆さん、バイバイ。